もうみんなスト6やってるやん。おいおい、25日やったっけ、26日まで待てよ。みんなもうスト6やってるじゃんね。もうなんか6あれっすね、なんなら6月2日発売って言ってるけど、なんか1週間ぐらい前からオープンベータ始まって、なんかそのままとかに なりそうやな。結構やばげな話題やけど我の話する。いやそれほんまなんすかそれ。いや俺も思ってて、え海外のこの大会っていつのやろみたいな、えこれ最近じゃないよなって思ってたんですけど、あれって最近の話なの。データ後にやたら大会が増えてはいけない、嫌味感じてた。いやあれなんかみんなマジで うますぎんあれ。あんなん最初絶対勝てなくない、絶対勝てなくね。大会自体は公式のやつよね。公式なん大会。えなんかあれじゃないの、そのユーザーが勝手にやってる系じゃない。闇の深い話してますね。いやなんかまあなんか是非を問うわけではそんなにないっすけど、今は勝てる勝てないの話を純粋にした時に多分勝てへんやろうなって思って、純粋にそれが嫌だなって思ったな。まあだって言ったら、だってまあ割ってるっていうのはまあさすがにね。じゃあ超極端な話したら、海外やったら漫画村も OK なんかみたいな話にならん？海外やったら漫画村合法なん？海外だと漫画村 OK みたいです。マジでそれはちょっとえげつないな。州法に引っかからなければいい。国際法とかでないんかな。まあないからこうなってんねやろうけど、うん、いやでもまあカプコン実際頭痛いでしょうねこれ。カプコンはマジで頭痛いと思う、その今のそのスト6のクラック版の話は。まあだって1億のさ賞金大会やりますよ言うてわーってまあ盛り上がってるとこにさ、その1億の賞金大会、まあこの1ヶ月とかの差で海外勢が勝ったりしたら、まあ絶対なんかまあ不平不満は出るに決まってるじゃないですか。そこどうすんやろうみたいな。でもそんなん言って陰で割ってるやついても分かんないじゃないですか正直。まあアメリカはさ、だからなんか大っぴらに配信とかでまあなんかやったりとか、その大会やったりとかを普通にまあ配信というかまあ発信してるやん外に。そうなったらだって日本でさ、うわ海外勢割ってるから俺もじゃあこっそりやろうみたいなやついたとして、なんか分かりようがバレようがないやんぶっちゃけ。だからカプコンもマジで頭痛いと思いますよこの問題は。そうなんですよね、その賞金額をめちゃくちゃバッて上げたっていうタイミングなのが結構タイミング悪いなと思いましたね。やっぱ賞金1億って言ってすごい注目度もやっぱ上がってるじゃないですか周りの。でそのタイミングで勝ち負けに直接影響するような騒ぎはやっぱちょっと難しいだろうなって思いますね。対応ドグニャンが勝てばいいだけよ。いや俺が勝っても、仮に俺が1億取ったとしても片付く問題ではない。全然違う、今後どうすんねんっていう話になるし。それでもし仮に俺がなんかめちゃくちゃやばい動きで突然大会優勝したら、うわこいつやってたやんって、そのそういう風潮になっちゃうのがクソつまらんっすよね。なんかゲーム上手かったりとか、なんかいっぱい練習して全然人と違う動きとかすごい連動とかを手に入れても、こんな上手いのおかしいでしょって最初に言うやつがいそうなんが終わってる。いやそう、せっかく格ゲーに注目集まって今すごいいい感じやったのに、こんなしょうもない問題でちょっと水差されるのはやっぱ嫌っすよね。本当に嫌だ。何とかならんのかな、ほんまに難しいと思うわここ対応。今はだから海外勢がその割ってんのを配信してるぞっていうのが問題ですけど、根っこっていうかより深い問題として、その隠れてやってるやつをどうすんのっていうところがやっぱ一番問題の根っこな気がするな。まあてか真面目、真面目にやってるっていうか、まあ普通に発売を楽しみに待ってるだけの身からすると、まあ何もなかったら不公平よなっていう感じはするよな。
緩和策で人数限定のアーリーアクセスとか、あ、いや、アーリーアクセスも結局むずいと思うんすよね。結局先にプレイできるっていうところにみんなその怒ってる、不公平やっていうわけやから、まあアーリーアクセスもうそのやりようによってはまあちょっと難しいかもなっていうのはありますね。じゃあ結局一部の人が納得できるかどうかやから、なんか不公平だなって思ったらまあもうって感じよね。あれなんですよ、だからもう悪魔の証明みたいなもんなんですよ。やってないっていう証明しろっていうのがだから不可能じゃないですか。マジでもう この状態になった時点でもうだから積んでるんですよね結構。今から全キャラ解放、いや今全キャラ解放したら、今全キャラ解放するとちょっと余計えぐいことになるんじゃないかなって思いますね。待ってからじゃないか。ドグランチはドグニャンが優勝したら終わってたって言いがかりしてる。いやもう別にそれ自体はなんか別にどうでもいいんですよね、あのどうせ言われるやろうしっていうだけで。しかもやらんし絶対俺、スト6まだ発売せんといてくれって思ってるから。全然だって休みたいもん。休みてえもん。まあ発売日パッチは結構マシかもね。だ初日パッチか。そうだからその口頭確認で割ってましたっていうやつおらんやん絶対。絶対いないよそんなもん言うやつ。いやあのね、勘違いしてます。いや勘違いはみんなしてないと思うけど、割るようなやつが白状するわけないじゃないですか。割るようなやつが僕実は割ってたんです、許してくださいなんか言うわけないやろ。絶対言わんよ。いやプロテクトとかもう PC のそういうのってもう絶対破られるらしいから、もうしゃあないと思いますわ。もう絶対破られちゃうらしいから、そういうのって。いやもうそれでやっぱ会社企業がなんか会社側が叩かれるのマジでかわいそうやなって思うわ。割ってるやつが一番悪いに決まってるやろそんな。なんでそれで対策不足っつって会社が叩かれるのかほんまにわからん。割ってるやつが一番悪いやろ。まあそれはある。性悪説で考えないとっていうのはわかるんですけど、自転車の鍵かけなくてまあパクられてチャリを、それでそのパクった方よりパクられた方の非難が大きくなるのはもう絶対違うと思うんですよね。かけなかったっていう非はあるにしても、パクったやつがまあどう考えても一番悪いやん。それでパクられた側がパクった側より非難されるなんていうことはもうあってはならんなって思うから、悪いことしたやつが悪い当たり前。すげえねーの深い話が出てきちゃったね。ジャスティンがめっちゃ怒ってくれてましたね。あーまあジャスティンが言ってくれてんだよな、もうって感じっすよ。ジャスティンが言ってくれてんだったらもうそこら辺のやつはもうどうでもいい。鉄拳割れ対策、リーク対策っすね。ギースのリーク対策でモリガンのダミーデータ入れてたらしいっすね。空中で飛び道具を撃つっていうところがバレたっぽいぞみたいな話聞いて、そのモリガンのダミーデータを突っ込んだらしい。これ割れかスマブラとかは我のせいで初日にアップで入ってキャラの性能若干変わったって。我のせいって俺のせいかと思った。ラオール、ブラック版やってたやつ今度からラオウって呼ばれる。我ラオウか宝剣って呼ばれるな。宝剣、我武神なり、我武神なり。いやもうこの話はもうマジで難しい、マジで難しい。もうなんか俺がグダグダ言ったところでどうしようもない。このアヒルも我かもしれないって叩かれるかもしれない。割ってないわ、勝ったわこのアヒル、こうたっちゅうねん。